ルイオーギュスト・ブランキルヨーギスト・ブランキは、フランスの社会主義者、革命家。19世紀フランスにおけるほとんどの革命に参加し、延べ33年余りにわたって習慣された。カルボナリ党員でもあり、多くの秘密結社や陰謀に関わった。兄は、経済学者、ジェローム・アドルフ・ブランキである。武装した少数精鋭の秘密結社による権力の、 ダッシュと人民武装による独裁の必要を主張したブランキはフランソワノエル・バブーフを尊敬しており武装した少数精鋭の秘密結社による権力のダッシュや人民武装による独裁といった彼の主張はバブーフから学んだものである。カール・マルクスは彼を革命的共産主義者として称揚している。彼の影響下にあったバイトリングは議人同盟のメンバーであり、 共産主義者同盟の文書である共産党宣言で彼は例外的に批判されなかった。彼の理論はブランキ主義と呼ばれ、ドイツのビルヘルム・バイトリングやロシアのピョートル・トカチョーフ、そしてウラジー・ミルレーニンへと受け継がれることになる。またアナキストのバクーニンの革命家の組織論はバイトリング経由でブランキの影響があるとも言われる。1839年にブランキが 同志のアルマン・バルベス、マルタン・ベルナールらと共に結成した革命組織。別名、式の会、季節協会など、構成員は3段階ないし4段階の序列に細分化されていた。最小単位は7人のメンバーで、州と呼ばれる1個小隊を編成、日曜と呼ばれる者が、その式を取る。州の小隊4個の28人で、月の中隊を編成、3つの 月の中体で季節の代体を編成し、春の代体が各大体の指揮を執る。四つの季節の代体を集めた年の組織全体をブランキが指揮した。ギルバートケースチェスタートンの小説、木曜の男では作中に日曜議長とする革命組織が登場する。これについて渋沢達彦は、学識の深いチェスタートンは19世紀の 革命組織にも通じていたのだろうと推察している。また、押井守原作の漫画、犬狼伝説では、ハイジャック事件を起こした左翼テロ集団が、指揮協会と名乗っている。千坂教授、爆運人と黒ポトキン、状況2009年5月号、渋沢達彦、秘密結社の手帳、ありがとうございます。